ミシェルガンエレファントから上野です。万歳、柴田祐介です。よろしくお願いします。先日のタモリさんのミュージックステーション、タモリは面白いね。いい人でしょ、タモリさん。タモリは本当最高だよ。まあ私はその時、仕事から急いで家に帰ってリップスライムの途中から見出して、リップスライムもいいやつよ。いいやつでしょ、うん、で途中名前わかんないけど名前わかんないんだ、うん、じゃあね、あの分かるように今からちょっと違う、だから、うん、あの正直な話を言うと、うん、もう多分友達になれないなと思ったのよ。ほうほうほう、あまりに音楽も違うし、ね、ミュージックステーションってさ、うん、あのあれなんだわ、あのこうみんな並ぶわけよ。並ぶよ、後ろに並ぶよ。でみんなこう仲良くしてるわけよ。ほうほうほう、でもこれお前雑芸能界だなみたいなカチンと来ててさ、うん、なんでそこでカチンと来るこうパンクだからじゃないですか。それはボントゥビパンクだからね。ボントゥビパンクだからね、うん、でもねそうじゃないんだよね、うん、みんなねやっぱロックのロックが好きなんだよね、うん、でも面白かったねあれ。面白かったよ、うん、でもあれでね本当面白かった。あの2曲目やった時つが順番変わったりとかなんかそういうのがあって、ああこれ面白いなと思ったんだよね、うん、いやあれをさやってるスタッフもすごい、うん、いい人たちだから、そうそうそう、すごい音楽好きだし、ほんで普通になんかあの普通になんかやってたら多分面白くなかったと思うんだよ、ね、まあね、あで普通に終わったんだと思 う, そ う, そ う, そうで本人たちが出たくないって思ったんだから、出たくないって言ったらしょうがないもん ね, もね俺ら出たくてしょうがないって言うんだよなしょうがないよそりゃ、出たくないって言うんだもん。じゃあまあね、でタモリさんもそりゃしょうがない、しょうがないよ。じゃあミシェルにもう一曲イエーイみたいな、なんか妙な一体感ができましたね。でもほら、ああいう番組ってバンドのやつとかってやっぱりカラオケとかでやるじゃんか、うん、だから俺ら生だったから、うん、よかったよね、本当、うん、本当 あなたたちいなかったら、俺らいなかったら本当にイグアナだよ、うん、イグアナか、あるいはトランペットね、トランペットね、うん、で今夜は最高です、最高って終わるみたいな、うん、そこまで引っ張る引っ張るみたいな。そうそう、まあでもそんなねミュージックステーションも本当お疲れさんでございまして、曲はいつか曲はね、編集でバサバサ入ってる、編集バサバサ入ってるんだ本当、ハイローズの夏なんだなもかけたいんでしょ。あれいいよ、いいよね、うん、最高最高、ヒロトさんっぽいよね、うん、違い、あれ回しで、そうなの、うん、あれいいっすね、いいっすね、うん、さあそんなことを言いつつですね、サブリナノーヘンリリースになっております。そうだ、そうしようや、俺は別に世間話しに来たわけじゃないんだからさ今ちょっとなの忘れてた導入部、うん、背中向けないの、よじゃれ吐くバケツっていうかもうビール2本目に入ってんだよね。頑張る頑張る頑張る、俺が喋る、うん、上野くんが喋ってくれて、今千葉くんも酔い回るよ、そうやってくるくる椅子で回ってると、いやだから右回ったら左に回ってる、うん、戻るかな、戻んのかな、まあ、うん、そうかもしれない、さてサブリナノーヘブンが出ました。サブリナヘブンから3ヶ月半の、インターバルで連続リリース、これまあ2枚で1つという感じの1枚でございますが、どうしてこれ2枚になっちゃったの。それは千葉から知ってるべや、知ってるけどここの番組ではまだ話してないべや。そうだね、じゃあそれは上野から、はい、まあでも同じ時撮ってたしね。そうですね、1枚入んないっつんで。そうですね、2枚になったと。でもさ、うん、曲的な振り分けとしては割とヘビーな方がサブリナヘブンに多いような気がするんですよ。で、うん、割と疾走感溢れるものの方がサブリナノーヘブンに多く入ってるような気がするんだけど、どう思うでしょ。うん、なことないよ。そうなの、ノーヘブンはヘビーだよ、まあ、ノーヘブンもヘビー、確かにピンクとか、ね、ヘビーだから、うん、精神的になんかダメな人は聞かない方がいいよ。そうかな、うん、知らないけどね、私結構元気出るけどねこれその精神重いんだべや。え、精神が重いの、知らん、すごい元気出るわ私この CD。 そんなことより夏なんだな聞いた方がいいよ、ね、ごめん、そうかもね、夏なんだな、いいだって夏なんだなって思うんだよ俺だって思うさ、うん、そうさじゃあお前そういう感覚よこんなお前無理だ
ルチーノの隣にはって言われてもやな。うちの隣にはリリカいるんだべや、うん、それは俺がそんなことしか思えないもんだって。でもナスなんだなって思うんだろ。思うけどそれを歌にはしたくないんだよ。したくないんだよ。だから、ね、歌にするハイローズはいいな、いいな。すいません。さて、いや酔っぱらっちゃったなおい。いい感じになっちゃった。